こんにちは。山形県立村山産業高等学校の機械探究部です。今回は代表者青野陸、石川誠也、工藤大河、清野勇樹、藤田正樹、村田光太、結城敦史、五十嵐亮太、鈴木風土の3年生9名で参加しました。1年生の時から空き缶潰し機や階段掃除ロボットなどのいろいろなものづくりを行ってきました。ウィンコムの風力発電コンテストも去年は中止になってしまいましたが、1年生の時先輩が作ってるのを見てぜひ参加してみたいなと思っていたところでした。今年度コロナ禍の中コンテストを開催していただけたこと大変感謝しております。3年生は就職試験や進学試験の関係でなかなか全員揃っての活動はできませんが、活動できるメンバーで精一杯頑張ってきました。材料は 0.3 メリアツのアルミ板を羽として使っています。アルミ板だけだと腰が弱いので両サイドに直径8ミリのアルミ丸棒を取り付け、それを支えとしてローターの剛性を保っています。ローターを支える軸は2個の発電機の絶縁を取るため木製の角材を使っています。回転軸の軸受けにはスラストベアリングを使って回転を滑らかにしています。このような状態でも十分回りますが、このような収風板を前面に取り付けることでさらに回転力を高め大きな発電を得られるようにしています。それでは実際に動かしてみます。